こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は愛知県春日井市 JR 東海中央線春日井駅にやってきました。315系が神領中津川方面に出発をしてきました。中央本線や中央西線などと呼ばれる場合があります。遠くを見ますと名古屋から長野を結ぶ特急信濃号、こちら春日井駅は通過駅となっています。一番乗り場に再度315系、現在停車をしています。出発しそうなので見ることができなくなってしまいそうです。前振りが長くなりそうだったので早速移動してきました。線路沿いを名古屋方面に歩いてきますと10連のスイッチャー、後ろには呼気を牽引してそうです。株式会社王子製紙、紙関連の工場が周辺にありますので、こちらのコンテナに積載しまして紙の輸送が行われているようです。春日井駅方面に向かってきます。編成の方はそれなりに長いので編集カットします。話がどんどん逸れてきますので再度移動を開始。奥に見えている煙突からもくもく煙が出ているのが王子製紙春日井工場となります。それはさておき、遠くを見ますと大型のクレーン車が作業を行っています。車両の方を確認することができました。車掌車用、車体番号を見ますと8402と確認することができます。所属表記は東、カタカナで歌、宇都宮貨物ターミナル駅常備ということがわかります。先日神奈川県川崎市新鶴見信号所で見た車両です。先頭には EF65 型、新鶴見機関区に所属する2000番台、そしてこちらの黒い大きな車両、大物車式801 B2 ということで西方面に向かっていったと言いました。行き先はあまり公表しない方がよろしいかと思いますので西方面に向かったとしか言いませんでした。しかしこちら春日井市にやってきていたようです。黒い大きな塊、蒸気機関車ではないかと思うぐらいの大きさを誇っていましたが、現在分断されています。そして周辺で変圧器の積み込み作業が行われています。変圧器を積載している式や積載されていない式は見たことがあります。今回約1年半ぶりにこちら春日井で積み込み作業が行われているということで、様子の方見ていきたいと思いますので本日もよろしくお願いします。まずは見やすい場所がないかと周辺をうろうろ散策しています。こちらが先ほどの貨物列車が出てきた王子製紙、反対側が春日井方面となります。ここを通過してきたようです。もう少し早く来ればこちらの年季の入った踏切が動作していました。音で気づき急いでやってきましたがもう間に合いませんでした。式とは全く関係がありませんが踏切が動作しました。せっかくなので見ていきたいと思います。工場から出てきまして草木が生い茂る中春日井駅方面に向かってきました。もしかしたらスイッチャーではなく小型ディーゼル機関車に分類されるかもしれません。反対を見ますと愛知電機株式会社弥生町貨物取扱所、
この中で変圧器の積み込み作業が行われています。土地勘がありませんので、どこの工場で製造された変圧器かよく分かりません。しかし愛知電機で製造されたことは確かなようです。ここまでの輸送方式は陸送だったようです。トレーラーを使いまして公道を走行します。交通の障害となってしまいますので、深夜のうちに輸送されてきたようです。そろそろ変圧器が持ち上がりそうな感じがします。今回式 801B2 ということになりますので、積載量は160トン。こちらの変圧器一体何トンあるんでしょうか。本体が持ち上がるのではなく、支えている横の鉄骨のようなものが持ち上がりました。以前東京都八王子市、八王子駅で積載された式を見ています。611という形式だったので、あちらは最大級の240トン積み。こちらのサイズは一回り小さなものとなります。詳しいことはよく分かりません。支えていた鉄骨が地面に下ろされます。奥の支えているようなものが取り外されましたので、続いて手前のもの、その後に変圧器本体が持ち上がるんではないかなと思います。奥を見ますと車掌車、そして式801の半分、反対側にもう半分、その後変圧器を挟み込むような感じとなるんではないかと思います。あまり近づきますと作業をなされている方の視界に入り気が散るかと思いますので、ちょっと遠くから見ています。手前の支えのようなものにワイヤーがかかりました。式といえば日本通のものとなります。輸送から作業まで全て行うようです。鉄道輸送は JR 貨物。この鉄骨だけでも何トンあるんでしょうか。相当重そうです。式と同じ日本通のデザインが描かれています。ゆっくりと移動してきます。仮にワイヤーが切れた場合、とんでもない大事故となってしまいます。あらわになった大型の変圧器、どこかの電力会社で使用されるものだと思います。続いて陸送で使用されたタイヤのついた台車のようなものが移動させられます。前後のタイヤのついた車両が移動中、変圧器のみとなります。この後は分裂している式801、こちらを人力で寄せまして、変圧器を挟み込むような形にするんではないかと思います。この後は黒い枠のようなものを吊り上げるようです。こちらは式801型のものではないかなと思います。両サイドを支えるための鉄骨、ワイヤーがピンと張られまして、ちぎりよし。とてもゆっくり持ち上がっています。右を見ますとブルーサンダー。こちらもかなり慎重な作業となっています。変圧器の側面に取り付けられます。奥に見えているもう一つのものが反対側に取り付けられるものです。プラモデルのように取り付けられる場所、部位が決まっているようで、現在組み合わされています。大きなボルトで複数固定しますと、片側はひとまず終了した模様、現在反対側に取り付けられています。
日本通運株式会社、宙に浮いています。両側面に取り付けられますと、いよいよ本体と接続するんではないかなと思います。変圧器を吊り上げて乗せるような形になるんではないかと予想していましたが、全く異なりました。組み合わせ式に乗せていくような形となりました。そして式本体がこちらにやってきます。現在変圧器の下にはかましが入っています。油圧ジャッキに交換され、式本体と上下に調整接続されるようです。人力で押しまして、接続が完了したようです。あとはボルトなどで止めていくんではないかなと思います。完全にくっついた状態となりました。しっかり取り付けられたようで、こちらは終了しました。続いて反対側でしょうか。変圧器を陸送してきたトレーラーが入れ替えを開始しています。タイヤの数が相当あります。続いていよいよ反対側です。動き出しました。こちらも人力。まだ接続はされていないものの、変圧器を積載した式の形になりました。残念ながら移動する時間となってしまいました。本日はこの辺で終了となりますが、この先もいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最後に全体を見ながらこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。